ンド源氏物語隙間源氏番外編。こんにちは、紫式部です。大木祭が言った鹿を馬というようなっていう発言って何のこっちゃと思っておられるといけないのでフォローしておきますね。これ四季っていう中国の漢の時代に編纂された歴史書に書かれてる話なんです。秦の始皇帝に仕えていた長江という家来が始皇帝の死後、遺言に反して自分の意のままになる皇帝を立てて好き放題するんです。でも結局反乱が広まってしまった。長江は自分の立てた二世皇帝を殺すことを計画し、その時に家臣たちが自分の言うことに従うかどうか試すことにしたんです。どうやって試したかっていうと、皇帝に珍しい馬がおりましたって言って鹿を連れてきたの。皇帝は、え、これ鹿じゃんって言いますよね、普通に。そしたら長江は周りにいる家臣たちに、これは馬だな、君たちはどう思うかって聞いたんです。長江を恐れる家臣たちは、馬ですって答えたけど、恐れない家臣は鹿でしょって答えますよね。長江は後日、鹿って答えた家臣たちを軒並み処刑してしまったの。これで残った家臣たちはみんな自分の言うことを聞く人ってことになったので、長江は謀反を起こして皇帝を殺してしまった。ちなみにこのエピソードが、白く芝、鹿を刺して馬となすっていう四字熟語にもなってるし、馬鹿の起源だとも言われてます。で、源氏の君がおぼろ月夜の彼女と内緒で付き合ってることを、帝を馬鹿にして謀反を起こそうとしているってこじつける大きさだから、ここでも長江のエピソードを引っ張り出してきたってわけ。源氏の君からの文なんか喜んでる人たちはみんな長江を恐れて鹿を馬ですって言って謀反に加担する人よねって。大きさ怖いですね。ちなみに源氏の君は謀反を企んでいるという罪で全ての役職を辞めさせられてしまってるんです。なのでその次に来るのは流罪。久賀天皇の時に死刑が廃止されたので流罪が一番重い刑罰。政権争いに負けちゃうと天皇でも流罪にされちゃってたから、それは源氏の君も周りの人たちもマジかって青ざめちゃってて、だから源氏の君は自分から、あ、私去りますからって妻に隠れ住むことにしたわけです。とはいえ源氏物語の主人公なのでこのままでは終わりません。ご安心くださいね。ではまた、紫式部でした。